三匹の子豚。昔あるところに三匹の子豚とお母さんが住んでいました。ある日、子豚のお母さんは、みんな大きくなりましたね。それぞれ自分の家を作りましょう、と言いました。一番目の子豚は、わらの家を作りました。そこへ、悪い狼が来ました。狼は、ふうと大きく息を吹いて、わらの家を吹き飛ばしてしまいました。二番目の子豚は、木の家を作りました。そこへまた狼が来ました。狼は、ふうと大きく息を吹いて、木の家を燃やしてしまいました。三番目の子豚は、レンガの家を作りました。1番目と2番目の子豚は泣きながら3番目の子豚の家に逃げていきました。そこへまた狼が来ました。狼は、ふうと大きく息を吹きましたが、レンガの家はとても丈夫なのでびくともしません。狼は怒って、よし、あの屋根の上の煙突から中に入ろう、と言いました。3番目の子豚は、かまどに大きな鍋を置いてお湯を沸かしました。狼は煙突から飛び降りると、大きな熱い鍋の中に入ってしまいました。あちちち、暑い、暑い。狼は大やけどをして泣きながら逃げていきました。三匹の子豚はレンガの家でいつまでも仲良く暮らしました。おしまい。じゃあまた。